自由は健全なる制限に比例して存在する。ダニエル・ウェブスター。道しるべも何もない砂漠の真ん中にいきなり放り出されて、さあ好きなようにしなさいと言われたら人間はどうするだろうか。これほどの自由はないと喜んで走り出すだろうか。もっと現実的な例を挙げてみよう。見も知らぬ外国の街の中に案内する人も誰もいないのに、これからはあなたの自由です、好きなように何日でも過ごしてくださいと言われて一人ぼっちにされたら、あなたはどうするだろうか。よほど旅慣れた人でも途方に暮れてしまうだろう。そこの国で話されている外国語が操れたとしても、しばらくはどう動いているかわからず、戸惑ってから通りかかる誰かにまず話しかけ、自らがどのような状況に置かれているかを知ろうとするのではあるまいか。もし言葉もままならぬとしたら、それさえできまい。一人ぼっちの外国の街でどう過ごすか、どう生きていくか判断し行動するためには、誰かにその街でどうすることが最も安全か、どのようなルールを守っていかなければならないか、まず聞き出さなければなるまい。もし何も知らず自分自身のやり方で好きなように動き回ったら、たちまちうさんくさい目で見られ妨害を受けるかもわからない。合に行っては合に従いで、その土地の風俗習慣に合わせて行動しなければ、その土地に溶け込み自由に過ごすことはできないだろう。自由に周囲の人々との摩擦なしに身に危険を感じないで生きていくためには、その世界のルールを守ることが第一条件である。制限のない自由などありえない。全く制限のない砂漠の中では人間は動けない。砂漠でのタブーを知って初めて行動に移れるのではあるまいか。自由には義務という保証人が必要だ。それがなければ単なるわがままとなる。